開発で落とされたな。しかもいるな。ごめん、あのちょっと待って。見なかったことにしましょう。生放送でね、生放送でちょっと辻本さんもこういう感じになってますけど、そういうことじゃないですから、いきなり会ったらダメですよ。食事はしといてもらってもいいかもしれない。何やね、どうしたんですか。辻本さん、いやいやいや、何かありました、何があったんですか。いや、ね、事件ですか。なんか気にしない、生放送はそういうことがあるからね。陣容がもうダメですね、段取りっていうものがあるのにね。陣容がリハーサルやってないですからね。やってないですからね、はい、びっくりした。さあ今皆さん、会場の方はご覧いただいていると思いますが、旗の色でそれぞれ枠の色が決まっているんですが、今赤い画面が辻本さん、青い画面が間宮さん、はい、そして緑の画面が藤岡さん、そして黄色の画面市原さんの画面でお届けしております。市原の画面を出してもらえたら、あ、装備紹介しましょうか。じゃあ、おこの人、装備紹介します。おこの人おるよ。この人いますよ。ちょっとこの人は今回の、はい、じゃないですよね。そうですね。ちょっと見たいと思いますけど、あんまり触らない方が、あ、やばい、関わっちゃった。やばい、関わっちゃったか。じゃあ関わろうよ、それも。え、ちょっと待って、なんだね。マジで見せてないですよ。陣容を見せましょう。陣容が見せろってなるよ。はい、全然装備紹介っていうまとまりじゃないんですが、はい、そうですね。今ですね、市原さんの画面を見てもらってます。陣容ががちょうど一緒にいる状態で す、はい、なんか縄張り争いしてた、はい、ちょっと待って、なんか礼儀なと男論がやってますけど、いろいろ怒ってる。なんや、そういうことじゃなくて陣容がなんやけど、はい、今配信はですね、市原さんの画面なので陣容がのみ映っている状態ですね。はい、陣容がでやってたのに、せっかくね、まあいや、そっちも気になっちゃいますけど、はい、いやですね、気になっちゃうけど、まあ、僕の装備がリノバルド亜種の装備になってますね。リノバルド亜種の、体験の装備です。ほう、お、いい、よし。今陣容が後ろから追いかけているのが市原さん、はい、リノバルドの亜種の装備です。これ、電気をかける行動なんで、これを繰り返すと超大剣状態になります。今発見されましたね。はい、いたいた、いましたね。体現してないときは、あ、な、ちょっと、おーおーおい、これは辻物がところじゃない感じになってたぞ。連れてきちゃいましたよ、私。危ないよ。やれ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 なんかやれ。いけいけ、やれやれ。小屋敷玉ないですか。小屋敷玉、間宮さんより小屋敷玉ないんですかと。小屋敷玉ありますよ。あ、さすが市原ディレクター、使いますか。素晴らしい。ちょっと今陣容が見せたいんで肥やしますね。肥やしてください。はい、見かしました。今日のクエストは陣容がです。はい、そうですね。市原、俺今長髪着てるからまた連れてくるわ。いらん、お前か。君か。10回までやった肥やし黙ります。すいません、僕たちいつもこんな感じなんで、すごいですね。気軽にそんなに喋りながらできない。あ、ほらもう。ほらもう言ってる間に体現しちゃったじゃないですか。体現しちゃったか。すいません。あか、俺も挑発切れそうや。ん、挑発とかいい、切れてください。挑発とかいい、脱いでください。何や、辻本さんね、いつもこんな感じなんですよ。作戦失敗や。わちゃわちゃしてます。わちゃわちゃしてるんですよ。うわ、挑発来た、俺のとこに。はい、なので、緊張しなくていいですよ。はい、行った。とりあえずモンスター、はい、はい、ちょっとね、モンスター見ないと。ちょっと早く来て。皆さん真面目にやってください。不満、不満が出ますよ。わ、危ね、やばいじゃん。あらあら、おーい、粉塵行こうか。ん、で、あー、やばい、食らったな。クラッチくるのとかね。あ、うち、市原、はい、ダウン取れるかい。あ、今、次回落とされましたね。市原さん、ちょっとなかなか、あ、なんや、上がらせてもらえない。上がっちゃ、しょ、せっかくなんで、じゃあ、間宮さんの、そうですね、じゃあ画面もらってもらって。俺の画面そんな映さないで。とうとう来ますよ、マミヤさんの画面が。いった、お、弓ですね。あ、市原、はい、ネットはセットしてるよ。あ、どうしてます。藤本さんからネットはセットできてますかっていうお話出てますけども、セットしてるよと。辻本さんがセットしている状態ですね。あ、辻本さん、ネットが準備済みと、はい、じゃあちょっと待ってくださいね。ネット、あ、そうか、それを今回、虫網がないので
ネットで取ってくださいね。危ない。背中からドーンってくるやつが危ないですよね。そうですね、背中のドーンは危ない。正式名称は背中のドーンでいいですか。背中のドーンでいいですか。いいです。正式名称まだ覚えてない。あ、やばいやばい、ピュッタピュッタ、あ、危ない。ダウン取りたいね。ねえ、ちょっと待ってください。あなかなか回転も、おー、ナイス。あ、やばいやばい、ちょっとね、思うように動いてくれないですね。おー、マミヤさんが静止画になってます。すいません。大丈夫です。静止画。こんなによそ行きの顔じゃなくなってしまうもんね。でもなかなか話しながらプレイ本当難しいですよね。いや本当そうですよね。はい。なんか YouTube の実況プレイとかしてる人本当に。いや本当すごいですよね。状況も見てね。喋りながらやるのねしんどいんですよ。一原。はい、今ちょっとうまくいってない。いってないね。あ、いた。はい、あ、行きますよ。お、みんな、あ、みんな、あ、なんか俺手遅れたかな。この状態で背中にネット使ってください。虫網を使ってるけど、あ、僕の画面じゃなくて辻本さんの画面を使います。これを赤の画面ください。毛が取れた。もう取れました。終わってしまった。見れました。見れなかった。じゃあ、まあ、撮ってる証拠は出てる。右上バックネットではもう一回行きます。もう一回行こう。行こう。痛いですね。うわー、ちょっとね、怒っちゃいましたね。だからな、ほら、怒ったらちょっとやりにくい。そうですね、怒るとあの吹っ飛ばしは効かないので注意してください。うわ、辻本さん、今日装備はどんな感じですか。いい感じです。ちゃんとちゃんとして、そんな本当に感じを聞いてると思われましたね。いい感じ、いい感じの装備で良かったです。はい、市原さんの画面に戻ってきました。ちょっとね、今怒ってるんで。危ない。ここに来ると結構この連続攻撃が激しくなるので、これが危ないです、はい、しっかりと守り時と攻め時っていうのを見計らってください。いくつかアクションも足されてるんで、はい、注意してほしいアクションがいくつかあるんですよ。背中ドーンですか。背中でドーンは前からある、背中でドーン、まあ、前からありますけど、まあでも注意するアクションではあります。注意するアクションではあるけど、叩きつける攻撃増えてるよね、はい、確かね。一段落したので藤岡さんの画面をいただいて装備を見させてください。藤岡さんの画面緑お願いします。はい、はい、お願いします。オドガロンアッシュの装備です。ちょっとあのランス用にいろいろスキルは付け替えてますけど、こっちあのベータ版の方なんで、あの穴がたくさん開いてるんで、うん、ちょっとこれ用には組み替えてますけど、はい、はい、オドガロンアッシュの装備ですね。やばい。ということですが、やっぱかなり手強いのは伺えますね。今結構あの超大電やっぱり持っていかれますね。すごいですね。あ、危ない危ない。ここでマミヤさんに画面が戻ってきました。下を登ってるところさん、手応えはいかがでしょうか。いや、とにかくかっこよくて、神王がが、はい、結構見とれますけど、見とれてると落ちちゃうんで。そうですよね。
今一人落ちましたもんね。これそう、かっこよさに見とれてしまいました。今の超大電の時のあのソビアール、あそうか、クラッチクローやってみたいんですけどタイミングやっぱ分かんないですね。あその辺のあたり、もうちょっとだいぶ今は辻本さん、追い込むとへたるんで。うわやばい、危ない、やばいかもね。やばいな、お疲れ様。はい、これ虫かごですか。虫かごというか捕獲用ネットや捕獲用ネットで、ネットチャンスですね。そうなんです。ああやばい、遅いな。あの実はこれでちょっと帯電のあの蓄積値を下げれるんですよね。そうですね。なんであのネットで背中を狙ってもらっても、はい、しっかり貢献ができると。そうなんですよ。なのでアイテムも一応入手できるんですけど、はい、帯電池も下げれるので、一石二鳥ですね。そうですね、うんうん、狙っていっても全然なんていうかな、貢献はしてると思います。そうですね、はい、辻本さん何してんの。なんかしてるんですか。良三さんはもう挑発で列車になってるの。いつなったんですかっていう。何かをしてたんでしょうね。何かをしてるんですよ。列車させるモンスターなんて人用がないですからね。そうですね。何かをしてあったんでしょうね。何かをしててうまいこといかなかったんですね。ちょっと僕乗ってるんでこれ、はい、見てますよ。あの背中のふさふさした毛とかほらこの表現が、やたら無口やと思ったらそんな何か。やっぱリアルですね、確かに毛の状態も近くで見れるんで、ね、よく見れるでしょ、はい、これ撮ってた。あ、今やっていいんだ。あ、そうですね、結構捨てる時とか、うん、あとスタンとかそういった時でも全然クラッチを狙えるので、安定させ、なんていうかな、肉質を軟化させる方で安定させるんだったらそっちを、そういう時狙った方がいいかもしれないですね。なるほど。どうしてもアクション中、特に怒り出すと暴れるともう狙いにくいので、これ僕らカプコン勢は実は密かに、はい、さっき会った時に結構落ちちゃったので、はい、密かに防御力上げました。いや雷耐性上げてたけど本当やばくて、雷耐性とあと気絶無効とかも有用ですね。危ね、なりにくいようにしてあげた方がやばい。こんなもんかい、これこんなもんか。あんまりやりすぎるとね、うん、50分ずっとやり続けちゃう、はい、それもそれで見たいですけど。じゃあ、はい、ジオガの実況はこれぐらいにしておきましょう。皆さんあとは、皆さんで討伐、ね、もうあと3日ですから発売。